流れ星。わあ、こんな星空、前にも。脅かすなよアクア。ベンが勝手に驚いたんでしょ。こんなところで寝てると風邪ひくよ。夢だったのかな。俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ。私たちはずっと一緒だったでしょ。うん、そうだよな。ねえアクア。ん？星ってなんだろう。光って何？星は星の一つ一つが世界だ。あ？テラ。この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。それってどういうこと？要するにベンみたいなもんさ。なんだよそれ。ベンにもそのうちわかるさ。今知りたい。今はまだわからないよ。また子供扱いか。アクア何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。あ？そうだ、明日はテラと私のマスター承認試験でしょ。お守り作ってきたの。はい。俺にもくれるの？もちろん。みんなお揃いよ。世界のどこかに星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると、たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。まあ本物の材料は手に入らないから、それっぽく作ってみただけなんだけどね。そういうとこは女の子なんだな。そういうとこはってなんなのよ。本物じゃないと効果ないの？効果はまだわからないんだけど、魔法をかけておいたよ。え？どんな？つながりだよ。さあ、そろそろ帰ろう。うん、もう帰ろう。
みんなで、一緒に。俺たちが同じ星空を見たのは、これが最後になった。ミッキーよ、何やらよからぬことが起きるやもしれぬ。これよりマスター承認試験を行う。こたびは候補者が2人であるが、いずれかの優劣を問うものにあらず、キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。この久しい若きマスターの誕生に際し、幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれと、二人とも心して望むように。はい、はい、では始めるとしよう。俺のことなら大丈夫。テラとアカは試験に集中して。でもベン、ここにいたら危ないわ。部屋に戻って待ってて。嫌だ、俺楽しみにしてたんだぞ、テラとアカがマスターになるのを。この目で見届けたいんだ。ベンなら大丈夫だ、俺たちと一緒に修行してきたんだからな。うん、気をつけてね、ベン。不測の事態であったが、いかなる状況においても心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえ、あえて止めなかった。試験を続けるとしよう。次にテラ・アクアの二人の候補者同士の模擬戦を見せてもらう。勝敗は問わず、能力が拮抗する相手と相対した時こそ心は浮き彫りになるのだ。はじめ。承認試験の結果を伝える。テラ、アクアともに優秀であったが、こたびはアクアをマスターとして承認する。テラは心の闇を制する力が不十分であると判断した。さらなる修行と精進に期待する。以上だ。アクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえ、しばしここで待つように。テラ、俺は
寺も。俺の心に闇。どうだ、ベントスは。まだ全然だ。俺が鍛えてやらないとな。ここではやめておけ。奴に感づかれると面倒だ。わかってる。あいつにも旅をさせてやろうと思ってるんだ。すまない、一人にしてくれ。急げよ、ベントス。お前、誰だよ。二度とテラと会えなくなるぞ。はあ？何言ってるんだ。テラと会えなくなるわけないだろ。テラを追ってお前の目で確かめるんだ。テラがテラでなくなるところをな。誰だか知らないけど、お前にテラの何がわかるって言うんだ。俺とテラは繋がってる。いい加減にしないと許さないぞ。くだらないな。それが友情とかってやつか。真実ってのは自ら確かめる以外に知ることはできない。こんな狭い世界に閉じこもって何も見ようとしないやつに何がわかるんだ。大丈夫だ。